こんにちは、ジャンゴです。今回はクラロワね、やっていこうと思います。ということで、行こうと思うんですが、まあ、今回はデイリーの消化できるまで行こうかなという感じですかね。宝箱に関しては、ちょっとね、時間が重めのやつが多いので、まだ一つしか開けれてないんですが、もう一つね、5分ぐらいで開くんで、まあ、やってる間にもう一箱開くかなということで、一箱目開けてやっていきましょう。バトルヒーラー。ロイヤルデリバリー。バーバリアンの小屋。フリーズゲットですね。さて、じゃあ行ってみましょう。行きます。さあ、とりあえずゴールドナイトと、まあ、ビリビリの人も出して、まあ、2人でちょっと倒しに行きますか。はい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 。まあこれはペッカで抑え込むか。あー、間に合ってない。ちょっと吹き矢を意識して後ろに出したら良くなかったね。インフェルノタワー、あーはー、ちょっと無理そう。っていうかこの位置から撃ち抜くのあんまり良くないか。しかも攻撃受けるんかい、その位置で。そうですか。あれ、まずいな。ちょっとこっちに、ああ逆に向かってほしかった。しまった、出す位置が悪かったね。まあ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 、とりあえず縦にして、ああ必要なかったか。はい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 。まあ、ここはペッカで受け止めましょう。この辺に出す、突っ込んでくる。まあ、ビリビリおじさん出しましょう。ビリビリおじさんを使って、インフェルノドラゴンは倒していく。インフェルノタワーもうまいこと、処理できるといいねという感じですね。オーケーオーケーオーケー。ペッカが届いたらかなりでかいが、どうだこれ。ペッカは届くか。一発殴れるとでかい。どうだ今。ちょっとよくわかんなかった。殴れたの。まあでもダガーが残ってないので、突っ込みましょう。オッケー。ガチャンする。ちょっと後ろから、お化けも流し込みながら。これどうだ、諦めたか、もしかしたら。諦めた可能性もあるね。諦めた可能性もあるので、まあ、ちょっと降りに行きましょうか。さあ、あと20秒か。ちょっと待って、諦めてるんだったら降らせてほしい。諦めてるんだったら降らせてほしいが間に合うか否か。いけいけいけ、 OK、 よし。1本降られて諦めてくれたみたいですね。やったぜ。そして金の箱もゲット。ほいほいほい。ちょっと待ってね。ゴールドがなんか受け取れるようなので受け取っておきますか。で、あと1分ちょっとで宝箱開くから、まあもう一回行っちゃうか。まあやってる間にスペースはできるからね。さあ行ってみよう。おっと、ああまあゴールドナイトでいいか。とりあえず樽に対して、まあ何も出さないよりは。やっぱりペッカも添えるか。ペッカも添えて、ちょっと突っ込んでいきますか。ちょっと細かい、うわっと、ボムタワーがある。これはちょっと嫌な感じだな。そして、うわ、行ったり来たりしてる間にやられる。辛いね。あ、しかもダガーが切れた。いや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 、まずいまずいまずい。
そうか。逆サイドに突っ込みましょう。逆サイド突っ込んでみる。ただこれボムタワーあるのか。うん、ガチャン入る。オッケー。ガチャン入ったのはでかいんじゃない。よし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 、いいぞいいぞ。これちょっとペッカ出して、まあ何も出さないよりはちょっとこっちも結構食らってるので、ゴールドナイトだけ出すか。でどっちに相手が優先、あーそっちに来るか。まあでもボムタワーとかで真ん中であれしてくるんだよね。そうだね、まあちょっとベビドラ出して、ビリビリおじさんつけて、まあただあれか、ペッカ届かんか。ボムタワー倒して終わりっぽいな。はい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 。いやでもこれは降りに行けるでしょ。いけいけいけ。あ、オッケーオッケー。ちょっとあれだな、そいついらんかったまであるな。まあ、あとはしっかり1700を守れればということであれば、こういう感じか。はい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 。ちょっと守りにウェイトを置いていきますか。って言っても、結果前にちょっと出して、これ受け止めないと厳しいよと言っておくのもありっちゃありか。さあ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 。ああ、そうか、その位置に出すのはちょっと良くなかったか。まあまあまあ、でもこれ攻める余裕なくしてしまえば、おそらく、おっと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 。OK。攻めにコストを避けないように、ガンガン攻めていくっていうね。なんとか勝てましたね。さあそして、じゃあこの宝箱開けましょうか。矢の雨、ウィザード、アウトロー、フォーグライダー、でまあ新しい箱を開けながら、うん、今回はまあ割と順調ですかね。なんか反応が鈍いけど、次勝ったら一応ね、出入り消化できるので、箱も埋まるし、そこまでやっていきましょうということでね、勝ったら終了いきましょう。さて。一旦お化けから入るか。お、相手は、あれはなんだ？なんだっけあれ、あのなんか仲間呼ぶやつだよね。これちょっとペッカで受け止めていくか。ほい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 。お化けはやられる。さあこれどうしようかな。一応ベビドラつけるかと思ったら余裕なかった。普通にやられる。これはゴールドナイトは出しとくか。で後ろから弓矢で援軍を入れて、ちょっとジャイアントは体力あるからね。それも結構嫌だね。力尽きた。さあここからどうしようか。ちょっと右左から、あーまあまあまあ、それもまた後ろからちょっと合わせてデッカ出していくか。でライトニングドラゴンか。仲間を呼ぶ。まあ、こっちもビリビリ出していって、はいはいはい、オッケー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 。あーペッカさんが盾になってる間にオッケー、大砲も壊してくれたのはでかい。丸太で突っ込め、いけ、よし、とりあえずガチャン入る。ガチャン入った。さあちょっと待って、これはしっかり受け止めていこう。
かり受け止めていく。いやただ結構入ってるな、ジャイアントが硬い。そうですね、まあ900、あーなんかいい勝負だな、いい勝負してる。うん、どうするどうするどうする、ちょっと待って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 、はい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 、これはペッカで殴る。ペッカで殴りつつ、そうだね、ちょっと後ろから、あ、いやいやいや、ちょっとそうか、まずいか。ちょっと大砲があるんだよね、丸太で突っ込みたいところだが、うにゅー、はい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 、ちょっと前の方に出していって、いやーそいつがいる、さあ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 、どうするどうするどうする、ペッカを出す、ビリビリさせて、ちょっとこれはあーやばいなやばいな、140、いや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 、ちくしょう、これちょっと呪文が回ると持たないか、もうどんどん出すしかない。どんどん出すしかないが、だちょちょい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 、ダメかそれ、それでやられてるか、いやー押し負けたな。今のはどうだったんだろう、もう一発何かが通れば勝ててたような気もするし、まあでも大砲とかもね、なんか前出ししてちょっとね、丸太受け止めきられちゃったからな。結果出してみよう。おっと丸太転がってくる、あ丸太じゃねえや、樽が転がってくる。まあそれはそれとして、ペッカさんが、おっとちょっと待って、このロケットはでも良くないでしょう、止まらないでしょこれ。いやいやいや、よく分からんけど、さあ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 、これはいったな、これなんだ、もしかして呪文しか入ってないのか、あれ呪文以外何かした。呪文しか入ってなくないか、相手ひょっとして。チュパチュパしてるけど、チュパチュパしてるけど、これは呪文しか入ってないデッキなんじゃないか。ああ、呪文しか入ってないことはないか、そいつがいたか。まあ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 、倒させてもらいましょう。もう細かいのも入ってるな、なんか1コストと呪文しか入れないで戦ってる感じなのかな、ようわからんけど、ありがとうございましたと。いやはい、ということで、まあ、今回はねここまでにしときましょうか。お、レア、スーパーレア、もう一回変わる、スーパーレアですね。開けていきましょう。何が来る？お、レアの強化指南書ゲット。あ、これあれだよね。レベル上がるやつだよね。レベル上がるまでに必要な枚数入れてくれるやつだよね。ちょっと待って。そしたら、これ、工場バーバリアンを13に上げてから、13から14になるときに使うっていうのが良さそうだよな。750分の516、あと234か。234必要で、191だから、まあ、ワイルドカードがもうちょっと溜まるの待ちか。
まあ、もしくは工場バーバリアンを、直接手に入れてもいいんだけどね。なるほどね、と。あ、オッケー。この宝箱から工場バーバリアン引きましょう。そうすれば一気にレベル14にできるかもしれん。ゴールドとエメラルド、そしてロイヤルジャイアント、鏡を引く。アイスボール、おっと？そっちか。これは何が来る？あーっと、待って。なんかよくわかんないおじさん来た。マイティディガー。初ゲットですね。なるほど。そういうのもいると。あれ？これって、何者だ？マイティディガー。スキル。バーストエスケープ。発動した位置に爆弾を仕掛けるとトンネルを掘って逆サイドに移動します。これには敵も舌を巻くことでしょう。クールダウン13秒。範囲 334%、空中と地上と。ほー、4コストか。なるほど。まあ、ドリルで削りますよと。で、細かいのがいっぱい来た時にスキルを使うと、爆弾残して反対側へか。なるほど。あ、これ使ってこられたことはあったな、確か。頭にろうそくついてんだけど。へー、ダメージ40から400。ん？これはどういう感じなんだろう。ヒットポイント2250は意外と高いのか。重いドリルに軽やかなフットワーク。このチャンピオンは相手を攻撃するほどダメージが増加し、あーなるほど、インフェルノドラゴン系か。あ、そういう意味ね。で、40から400ってそういうことか。ほい。緊急時や作戦変更の際には地中に潜って逆サイドに移動することができます。それゆえに彼は最強にして最も厄介なディガーでもあるのですと。なるほどね。チャンピオン4体目ゲットということですね。あ、一応今いるチャンピオンは全部ゲットしたのか。アリーナ18にならないと、文句と、リトルプリンスは出てこないから。なるほど。そしたらね、あれだね。しばらくちょっとこっちのリーグをやってみるけど、リーグやって宝箱開けてる間に、工場バーバリアンのレベルが上がったら、こっちに戻って、またね、次のアリーナ18を目指すような感じにしましょうか。それだったらね、まあ、工場バーバリアンをレベル、指南書込みでね、13にすれば即14にもできるから、一気にね、2レベル上がった状態で、挑めるので、まあ、次のアリーナもね、目指しやすくなるかなという感じですかね。はい、ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。